Hello my precious friends My name is Dr. Kaz Kinojita 面白い英語塾担当の木下ですよろしくお願いします、えー、今日は、えー、次のようなテーマでー学びを進めていきたいと思います、えー、最初はですね、えー、文章英語の文章の最後にですね、えー、必ず I think so という表現をつける日本人がいるというお話ですね、えー、その次は ベビーサークルって何っていうお話です。で、今日の聖書の学びは第二コリントの五章十五節からです。え、その次にですね、ビニールビニブビニール袋とかありますけれども、そのビニールは英語としてそのまでは通じないというお話をしていきたいと思います。 私の日本人の友達の一人はですね英語を話すときに必ず最後に「I think so」っていう人がいるんですね。という表現ですけども例えば「he is sick today I think so」っていうんですね。でなんかこの表現ちょっと英語としてはなんかしっくりしない表現なんですね。で なんでその人は最後に「I think so」ってつけるかと言いますと、えーまあ、日本人が英語を話す時ですね、まあ、アメリカ人が日本語を話す時もそうなんですけどもまず日本語を考えてそれをそっくりそのまま英語に置き換えようというそういう話し方をする人が意外と多いんですけどもその人もそれと同じプロセスで英語を話しちゃうんですね。で例えば 彼は今日病気だと思いますということを英語で言いたいときに今日病気だと思いますってまず考えるんですね。そうすると「思います」っていうのは、まあ、最後に来るわけですね。ですからそのまま日本語の順序で「he is sick today, I think so, って言ゃですでけどもこれは英語としてはとても変な。 非常に変な表現でアメリカ人であるならばそういう表現する人は一人もいませんね。で日本でないないと思いますという時は英語では最初に「I think」をつけますね。だから今日彼は病気だと思いますという時に「I think he is sick today」。Did I think を 先に持ってきますで「He is sick today, I think so」では英語としては非常に変な表現になってしまいます。でもしも「思いません」と「何々とは思いません」という英語にしたい場合は「I think」じゃなくて「I don't think」って言うんですね。I don think don't 例えば「彼女は結婚していると思います」だったら「 I think she is married ですけども結婚彼は幸せであるとは思いませんという場合ですね I don't think he is happy ですね I don't think he is 彼が幸せであるとは思いませんというような表現ですねですから何々と思いますとか何々とは思いませんという時には I think 何々 あるいは「I don't think」何々という英語の表現を使えばしっくりした英語のとなります。えー、日本では赤ん坊に「ベビーサークル」を使う人が多いんですけども英語圏の人は「ベビーサークル」って何だかよくわからないんですね何のことか。2つの理由があります。まず ベビーって言っても意味が分かんないんですねベビーベビーってなんだとよく聞いても分からないなぜ分からないか赤ん坊は英語でベビーじゃないからですねベイじゃなくてベイに変化ベイベイビーベイビーじゃなくてベイビーと発音しなければまず赤ん坊というイメージが湧きませんね でもう一つはこのベビーサークルのサークルですね。circle。英語では circle ですけどもこれ組み合わせ自体が和製英語なんですね。baby circle ーーって言っても発音は正しいとしても英語を話す人は何を言ってるかわからない。baby circle ーー。赤ん坊の和赤ん坊の和って何だろう 思ってしまいまいすねで日本でいう、えー、ベビーサークル赤ん坊がですねその中で安全に遊ぶことのできるその一つのこの囲いですねあれは英語ではプレイペンって言うんですプレイペンでプレイっていうのは遊ぶっていう意味ですね遊ぶペンはかっこいいなんですね囲い,い囲むものだから遊ぶ時の囲いそれで「 プレイペンですね、英語で。ですからもし今後「ベビーサークル」と言いたくなった時は「あこれは通じない」と英語では「プレイペン」にしなければだめだというふうに思ってください。でちなみに「ペン」っていうのは「囲い,い」っていう意味ですね。で野球でいう「ブルーペン」っていうのもありますけどもこれも「ボウ」は「牛」「しい、ペン」は「囲い,い」 という意味なんですね。その話についてはまた別の機会に詳しくお話しさせていただきますけれども、今日はベビーサークルは通じないということをお伝えしておきます。今日の英語の聖書の学びは第2コリントの5章の15節です。このように書かれています。Those who live

キリストの死と復活の目的の一つは信じるものが自己中心的ではない生き方キリストの二階に従って生きるためであるというのがこのキリストの回階というのは心を尽くし思い尽くし精神を尽くして神父なる神を愛せろというと自分と同じように他人も愛せよこの二つの今めのことですけれどもその 戒めに従って生きるためであるというのがこの聖句の背景にあると思いますではこの聖句をちょっと複雑なんですけれどもどうやってこういう文章を作ることができるかという説明をしたいと思いますこの聖句には二つの大きな要素がありますので二、えー、度に分けてですね 説明していきたいと思います。Those who live should no longer live の、no. まず背景にある単語としてあの文章としてですね Some people live ある人たちは生きますあるいは生きていますですねそういう文章が背景にありますそして They should、no、longer live for themselves. 彼らはもはや 自分たちのために生きるべきではありませんこの2つの文章が背景にあって「those who, should live, uh, those who live should no longer live for themselves」という文章がまず成り立っていますではこの2つの文章がどのように組み合わされているかの説明をしたいと思います Some people live ある人たちは生きていますですねそれを some of those に変えますねそして live those live はその人たちは生きていますという意味ですけどもそこに who という言葉を加えますこの who は誰という意味ではありませんね Those live。その人たちは生きていますという文章を名詞の形に変えるための道具ですね。Those who live。これは名詞の三十四番になりますけれども、生きている者たちっていう意味ですね。Those who live。生きている者たち。そして これがもう名詞ですから、生きている人たちっていうのはその後に「わ」「が」「を」「の」とかいろんなあの羽を手に輪をつけても意味がすっきりしますからこれ全体が名詞なんですね。でこの名詞が他の文章の名詞と入れ替えることができるということですね。で2つ目の背景にあった文章「they should no longer live For themselves. 彼らはもはや自分たちのためだけに生きるべきではないという文章ここの「they」主語の「they」ですねこれは、えー、名詞ですね「彼らは」「彼らに」「彼らを」とかですね手に日がつけられますからこれは名詞ですそうしますとこの主語である名詞の they を「they」をさっき名詞化させた「 Those who live と入れ替えることができますので入れ替えてみますね。Those who live should no、longer live for themselves. 生きているも,ものはもはや自分たちのために生きるべきではないという文章が成り立ちましたね。でさっっき背景,背景にあった 「They should no longer live for themselves」と全く同じ形ですね。唯一違うのはああいう部分で表現した名詞の,形名詞の表現が違うだけですね。「those who live」にするか「they」にするかどちらでも十字台ですね。ですからこのように変化させますと「those who live should no longer live for themselves」という英語をかなり

彼は彼らのために死にそしてまたよみがえりましたという文章ですねそしてもう一つ背景にある文章はもうこれは最初からになりますけれども、no、生きているものはもはや彼女のために生きている者はもはや彼女のために 生きるべきではありません。というま仮の科学はこの場合の彼は仮に作ったあの使っている名詞ですけれども、この2つの文章がこの背景にあると考えると、この第2クオリント5章15節の英語がを完成させることができます。では、完成させる手順をまた説明したいと思います。 He died for them and was raised again. この文章をちょっと変化させますね。He そして Died for them and was raised again. ここちょっと話しますね。話した原因は理由はここに一個フーを入れるためです。ここにフーを入れますとやはりこれは誰という意味ではありませんね。 He died for them died raised and again for was という文章を名詞に変化させるための道具としてここに「歩」を入れます。そうしますと「He who died for them and was raised again」という表現になりましてこの意味としてはえ自分の彼らのために死にそして蘇った。 方あれは彼という意味になりますね。彼らのために死に死にそして蘇った「肩」という意味になります。でこの蘇った「肩」は「肩が」とか「肩に」とか「肩を」とか「肩の」とかいう表現に使えますからこれ全体が文章が名詞になったということですね。この名詞化は、えー「名詞科31」というものですけども。 でもう一個の背後の、no、生きているものはもはや彼女のために生きるべきではないこの「her」ですね。これも名詞なんです、ね、彼女ののためののをつきますから名詞そうしますとこの「her」の代わりにさっき文章を名詞化させた表現をそっくりそのまま使うことができますのでやってみましょうか。 このまあ、その前にですね「ひ、えー」He、のところを「ひむ」に変えておきますね。というのはですね最後の,の後「フ、え、ォー」の後と前置詞の後はですね、あのー、この「ひ」じゃなくて him「ひむ」より目的格というちょっと難しいなりますけど「ひむ」という表現になりますので「ひ」<He S 2> を「ひむ」にまず変えておきます。そして入れ替えますと 「those who live should no longer live for him who died for them and was raised again」という文章が成り立ちます生きている者たちはもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方のために生きるべきであるという文章が成り立ちましたそうしますとこれはさっきの「those who live should no longer live for her」の「her と」と青い部分が全く同じ 立場ですから構造的に全く同じ文章ですねそうすると上の長い文章であっても下の短い文章と同じレベルの文章同じ優しさの文章ということになります。では「コリント第2の5章15節」の英語をちょっと応用してですね別の 英語を作ってみたいと思いますねで、応用文1は Those who come to school late must do extra homework 意味は学校に遅刻する人たちは余分な宿題をしなければなりませんまあ、こういう意味の英語ですけれども Those who come to school late must do extra homework これを、えー どのようにして作ることができるかという練習をしてみたいと思いますやはりこの文章の背景に二つの英文がありますね一つは They come to school late. 彼らは学校に遅刻してきます遅く学校に行きますあれ学校に遅刻遅刻し,し,してきますですねでもう一つの背景は We must do extra homework 私たちは余分な宿題をしなければなりませんこの二つの背景にある文章があってそれをうまく組み合わせるとこの応用文一になりますねではそのやり方をまた、えー、復習的に学んでみたいと思います They come to school later をちょっと変化させますね They のところ those に書いておきます come to school to late とこのままで,ですとその人たちは学校に遅れてきますという意味ですね。そこにやはり「風」を加えるこの「風」は誰という意味ではありませんね。「those who those come to school late」を迷信させるための道具ですからこの「風」自体には意味がありません。でこのような形にしますと これは名詞化の34ですけども学校に遅れてくる人たちと学校に遅刻する人たちという意味になります。これは名詞ですね。学校に遅刻する人たちはとか人たちを人たちにとかいろんな表現できますからこれは名詞全体が名詞です。その背後に We must do extra homework。私たちは 余分な宿題をしなければなりません。というのやります、ね、で、We 私たちはこれもまた名詞ですね。ですから、この We という主語の名詞とさっき名詞化した、「those who come to school late」を入れ替えることができますね。入れ替えてみましょう。We の代わりに、「those who come to school late」にしますと、 えー、Those who come to school late must do extra homework. になってこの例文になりますね。学校に遅刻する人たちは余分な宿題をしなければなりません。で、さっきの背景にあった We must do We must do extra homework と全く同じ形ですね。We の代わりに Those who come to school late must do extra homework。これで応用文の一。 を完成させることができましたではですね、えー、応用文の2を作ってみたいと思います。第2コリント五章十五節の聖句をですねちょっと変化させて次のような文章を作りたいと思います。We should welcome him who came here all the way from Africa。は わざわざアフリカからここにやってきた彼を歓迎すべきですですね。We should welcome him who came here all the way from Africa、えー。これを、えー、このどのようにしたらこの文章を作ることができるかという練習ですね。えー、ここにやはり二つの背景となる文章が隠れています。一つは

それを合わせると、この第二の応用文になりますけれども、そのやり方をまた復習してみましょう。He came all the way from Africa を、まず He、同じですね。Came here all the way from Africa。これまで同じです。He came all the way from Africa。そこに、Who という単語を加えます。これも、やはり誰という意味ではなくて、 He came here all the came Africa all way from、Africa、という文章を名詞化させるための道具ですね。でこれは名詞化のやっぱり31ですけども、えー、わざわざアフリカからここにやってきた彼という意味なんですね。でこれをもう一つの「We should welcome them」them と置き換えたいんですけどもこの動詞の後はですね目的格というのになりますから。 He のところちょっと変更しておく必要がありまして Him who came here all the way from Africa と変更しておきますとこの Them と入れ替えることができます。じゃあ入れ替えてみますね We should welcome him who came all the way from Africa 私たちは我々はわざわざアフリカからここにやってきた彼を歓迎すべき,すべきですという 英文が完成しましまたねこれで最,後に最,、えー、最,最初にあったその背景の文章「We should welcome them」と全く同じ形ですね。に入れ替わっただけです。えー、難しかったですか優,優しかったですか慣れてくると非常に優しい英語になっていきますので。 諦めないいいで学びを続けけていただければと思います次にですねとビニールのビニール袋の話をしたいんですけどもビニールってなんか英語なのか,なんか分からない感じもありますけどもビニール袋ビニールバッグって言ってもあダメなんですね。でビニールっていうのが日本語の発音ですからこれを 英語の発音にしますと Vinyl ですね Vinyl ですから Vinyl bag といえば通じるかといいますと Vinyl bag でも通じないんですね私は Vinyl bag が欲しいんですとか英語あのアメリカの人に言ってもですね、えー、それ何っていう話になっちゃいますねというのはですねその ビニール英語式の vinyl は科学的構造を示す言葉なんですね。なんかああいうプラスチックのようなああいういわゆる日本の方々が思っているビニールああいう目に見える形のものじゃなくて化学構造なんですね vinyl。ですから化学構造構造そのものはものじゃないので vinyl bank と言っても まあ通じないんですねでビニール袋が欲しい場合は英語で何と表現したらいいかそれはプラスティックベッグプラスティックというのがいいんですねそ通じる言葉です日本語でもプラスチックとか言いますけども英語ではプラスティックプラスティックベッグあるいはもうちょっと厳密にですねゴミを入れるための あのビニール袋だったらプラスティック・トラッシュ・バッグと言いますね。トラッシュはゴミですからゴミを入れるビニール袋プラスティック・トラッシュ・バッグと言えばビニール袋を手に入れることができます。でついでながらプラスティックというのはどういう意味か。私たちはその意味を知らないでプラスティックプラスティックとか言ってますけども。 本当の英語の意味は、えー、形を自由に変えるることがでできるって言うんですねだからプラスチックと熱を加えると溶けてですねどんな形のものにも作る作ることができますのでそれでプラスチックというんですねでそれを使ってプラスチックバッグあるいはプラスチックトラッシュバッグと言いますえー今までの話 わかりましたでしょうかでは、えー、最後にですねもう一度聖句と応用文の英語の、えー、言い方の復習をしてみたいと思います第2クリント5章の15節 Those who live should no longer live for themselves but for him who died for them. and was raised a a i g えー、ここで、えー、今日今回注意していただきたい発音がいくつかありますけれども一つは L ですね。LiveLiveL は下の先端を上の歯の根元にきっちりくっつけて L ってくっつけてパッと離しますね。LLLive そして No longer No longer ですねこれも L ですねですから L Longer それからまた Live が出てきますね No longer live, Live この L の発音意外と苦手な日本人が多いんですけどねしっかりと下の先端を、うん、上の歯の前歯の付け根のところにくっつければ そんなに難しい発音ではありませんね。そして themselves の self もまた L ですね。s e l v e s s e l v e s そのあたりを注意しながら発音していただきますと、きれいなよ,よりきれいな英語になります。ではもう一度、えー、繰り返して言ってみてください。Those who live

should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. those who come to school late must do extra homework. those who come to school late must do extra ここでもやっぱり「school」の「L」最後は「L」ですね。「late」も「L」ですね。でこの場合「L」と「L」が重なるので重なった分だけ長めに発音しないと発音おかしくなっちゃいますから「those who come to school late」ですね。「school late」で見かけやっちゃうと「school」が「school」学校がスクール「school」「school」になっちゃうんです。スクール Those who, come to school must do extra those who come to school late must do extra homework those who come to school late must do extra homework Repeat after me one more time those who come to school late must do. Extra homework The O Bung to We should welcome him who came here all the way from Africa. We should welcome him who came here all the way from Africa. 注意していただきたい発音としてはまず「アフリカ」ですね「エ」の音が強くなって日本式に「アフリカ」じゃなくて「エ」ですねそして「F」の後に直後に「R」が入りますから「F」を言うきにもう「R」の準備をしてて「アフリカ」「アフリカ」となりますね、えー、あとついでに「R」の発音が「from」ですね「from」 これも FR が続きますね。FR が続いた時は F っていうのは下の,の唇を軽く噛むわけですけども R は下を奥に丸めますね。でその F と R が続くときは F を言ってる時は下を丸,もう丸めてですねもう R の準備をしながら言うんですね。from、from、africa うまく言えますでしょうか じゃあもう一度言ってみてください、ね。We should welcome him who came here all the way from Africa.Let's、okay, say it one more time.We should welcome him who came here all the way from Africa. どうでした今日の学びは分かりやすかったですか難しかったですか学びを続けているうちにだんだん優しくなっていくと思います。 Well, then, please come and join us again next time, okay? Bye.